勘九郎は。うん、直接毒抜きをしたからもう命に危険はないわ。さすがさくらちゃん。あとは体内に残った毒に対する解毒薬を作らないと。俺に手伝えることがあるなら何でもやるってばよ。そうね、じゃあ砂隠れの道具屋から薬草をもらってきてくれない？お金は先に渡してるから、あとは薬草をもらうだけでいいからね。了解。いらっしゃいませ。あのさ、ここで解毒薬に使うための薬草がもらえるって言われたんだけど。解毒薬の薬草ですか？はい、確かに受けたまっています。ただトロ、飲んだってばよ。実は薬草を取りに風の砂漠へ向かった主人がまだ戻ってきていないのです。じゃあ今すぐもらえないのかよ。申し訳ありません、主人が戻り次第すぐにお届けしますので。このままじゃいつまでかかるかわからねってばよ。これ俺が直接もらいに行った方がいいな。なんだ？近くから聞こえてきたけど、どこだ？早く金目のものを差し出した方があんたの身のためだぜ。金目のものなんて持っていません。どうか見逃してくださいまし。そんじゃ仕方ねえな。力ずくでも調べさせてもらおうか。おいこら、お前たち何やってんだってばよ。あ、そこのお方、助けてくだせ。もう一匹カモが来やがった。おいガキ、痛い目に遭いたくないなら俺たちに金を渡しな。はあ、んなの全力でお断りだってばよ。なんつう生意気なやつだ。てめえ、もう許さねえからだ。短気なやつ。しょうがねえ、ちょっとだけ相手してやるよ。
強さだよこいつ。ヘクソ、ここは大山だ。てんで話になんねってばよ。ありがとうございました。これで砂隠れに帰ることができやす。ん？砂隠れって、もしかしておっちゃんってば道具屋の人だったりすんの？え、なぜ私のことを知っているんです？やっぱりか。あのさ、実はってことで、ここまでおっちゃんを探しに来たんだってばよ。なるほど、そうでやしたか。そりゃわざわざすんませんでした。で、その薬草ってばちゃんと手に入ってんの？まさかさっきの奴らに奪われたりとか。大丈夫でやすよ。奴らの狙いは薬草じゃなく金の方でしたからね。はあ、さあ、ここで話をしている場合じゃねえです。すぐに砂隠れへ帰りましょう。おう、今帰ったぜ。ああ、よかった。帰りが遅いから心配したわよ。いや、実は盗賊に襲われてな。でもこのお方が助けてくれたんだ。どうもありがとうございます。間に合ってよかったってばよ。ま、今度からは気をつけて。って違う違う、おっちゃん、薬草。おっとっと、そうでやしたね。どうぞ、これが例の薬草でさ。あとはこれをさくらちゃんに届けるだけだな。薬もらってきたってばよ。ありがとう。これで解毒薬が作れるわ。あとは頼んだぜ、さくらちゃん。任せといて。なんとか終わったわね。まさか木ノ葉にこれほどの腕を持つ医療忍者がいるとは。さてと、それじゃ俺たちも次の行動を開始しますか。暁を追うんですか？奴らをそのままにしておくわけにはいかない。俺たちはこれから川の国に向かう。用意が整い次第砂隠れの門に集合だ。了解。